はい、皆さんこんにちは。株式会社集中力プロデューサーの森健丈と申します。よろしくお願いします。今日はですね、皆さんに集中力を発揮するコツをお伝えしたいと思います。皆さんはですね、集中力の定義って聞かれたことはありますでしょうか。よくオリンピックですとかプロ野球の試合の途中ですね、解説者の方が今のは集中力の結果ですよねって言いますけども、集中力の定義って聞いたことないですね。で、私なりの集中力の定義がありまして、それは一時に一点に自分の意識を集めるテクニックなんですね。その瞬間に自分の全意識を目の前のことに集めるテクニック、技術のことなんですね。で、今日は皆さんにそのテクニックをお伝えしたいと思います。はい、集中力の定義ですね。集中力の定義は、私は一瞬に一つの意識を集めるテクニックって言います。その一瞬に全意識を一点に集めるテクニック、技術、これが集中力の私の定義なんですね。その定義を実践する方法の一つとして、この集中カードを私は発明しました。で、今からこの集中カードのワークの方法をお伝えするんですけど、その前にですね、このカードをやる目的ですね、効果効能を4つお伝えしたいと思います。まずは1つ目ですね。朝起きた時にあなたの脳がリラックスしているのか、クリアなのか、あるいはお疲れ状態なのかの判断ができるというカードです。脳疲労のチェックができるというのが1つ目です。よろしいでしょうか。で、2つ目ね、朝起きてお仕事先とか学校先とか一日中ですね、こう緊張状態ありますよね。その時にふっと自分ワールドを持つために、このカードをやって、深呼吸をやってこのカードをやるんですけど、自分の世界をですね、一日に1回でもいいし2回でもいいし、自分の落ち着いた時間を持つためのカード、これは普段から携帯していただいてですね、自分の世界を作っていただきたい、そのためのカードが2つ目の目的です。で、3つ目はですね、目の前の情報、これはブルーと黄色の色の情報であり、ダイヤと四角という形の情報なんですけどですね、生徒さん、学生さんだったら、目の前の教科書の文字情報だったりですね、ビジネスマンの方だったらお客さんの顔情報だったり、その情報を脳にインプット、受信力を上げるためのカードです。で、この後にワークをやりますけど、このカードを20秒見て目を閉じると残像が浮かぶんですけども、ダイヤの残像ですね。これが普通の人だったら20秒から30秒消えちゃうんですね。それがオリンピック選手になると2分から3分残像が残るんです。残像が残るイコール受信力アップ、イコール理解力暗記力アップにつながるんです、というのが3つ目ですね。で、最後、実はここに一点集中、人間は一点集中すればするほど、一点集中が高い人ほど実は周辺視野というのが広いんですね。大リーグのイチロー選手は、ストライクゾーンのボールも打ちますけども、グラウンドギリギリのボールも打てるんですね。それは周辺視野が大きいからギリギリのボールも見えてて打てるんですね。で、あるいはビジネスマンの方、目の前のことに仕事をしながらですね、部下の方の何を話してるか、情報が勝手に入りますよね。で、ステージが上がれば上がるほど、その周辺視野が広がって、より大きい受信力が取れるんですね。で、実はこのカードをやることで、その周辺視野、周辺の大きいですね、視野の大きい情報を取れる、受信力が上がるというカード。で、以上4つの目的で、このカードを今からお伝えしたいと思います。はい、では今からカードのですね、具体的な使い方をお伝えしたいと思います。実際にね、このカードの裏にもやり方は書いてるんですけど、後でじっくりご覧ください。まずはですね、リラックスでもやりますけど、深呼吸、脳に酸素いっぱい蓄えておいてからカードをやります。ということで、まず手のひらを上に向けといていただいてですね、リラックス、一回グッと肩を上げてください。で、ストンとします。で、次に、深呼吸を3回やります。基本は 5+3 は8。5秒で鼻
んですね。ゆっくり吸って3秒止めて8秒ゆっくり口を吐く、これを3回やりたいと思います。よろしいでしょうか。いきますよ。はい、まず鼻で切れなくて、はい、吸って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 、はい、3秒止めて、はい、8秒口でゆっくり吐く、吐いて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 、はい、2回目いきます。はい、鼻で切れなくて、はい、吸って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 、はい、3秒止めて、はい、口でゆっくり吐く、すっきりした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 、はい、ラストいきます。はい、鼻で切れなくて、はい、吸って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 、はい、3秒止めて、はい、口でゆっくり吐いて、すっきりした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 、はい、よろしいでしょうか。これで脳にですね、酸素を、記念酸素を入れていきます。はい、よろしいでしょうか。で、次に行きます。今度はですね、カードの下の部分を打ちます。よろしいですか。で、ダイヤ柄の真ん中の、黄色い点ですね、点に目のピントをしっかり合わせてください。ピント、カードを動かしていただいて一番ピントが合うところですねに20秒間しっかり目のピントを動かします。できたら息を吐きながらやるとリラックスしてピントが合いやすくなるかと思います。20秒経ったら、このカードを持ったその状態で軽く目を閉じてください。で、まぶたに映ってる色と形を覚えておいてください。はい、ゆっくり目を開けてください。はい、あなたのまぶたに、このダイヤのですね、残像が映ったでしょうか。で、はっきり映った方は実はこの黄色とブルーの色が反転するんですね。で、ダイヤの真ん中は黄色で周りがブルーに映ったかと思います。で、中にはですね、この残像が映らなかった方もいらっしゃるかと思うんですけども、実はそれはそういう方はちょっとね、仕事のしすぎとかお勉強のしすぎとか、ちょっと脳がお疲れ状態ですんで、深呼吸をしっかりやるとか睡眠をじっくりとかいうふうにしてやられると残像が映るようになるかと思います。よろしいでしょうか。はい、それと、一つですね、このカードの上に、私の英語の造語なんですけども、 Believe in the diamond in myself I can do anything って書いてますね。で、ダイヤモンドですね、自分自身の中にはダイヤモンド、要は、潜在能力のことね、ダイヤの原石って言うんですけどもですね、があるんだよと。で、まだ見ぬダイヤモンドがあって、残像でダイヤが映るってことは、映ったってことは、自分自身のあなたの中にはまだ潜在能力出せてないダイヤモンドがあるんだよってことで、ダイヤをまぶたに映ったらですね、軽くガッツポーズを捉えるといいかな、まだまだいけるぞという意味でも、ガッツポーズを捉えるといいんじゃないかなというふうに思います。これが通常のですね、20秒見て目を閉じるという、で、残像を見てですね、で、その残像の、はっきりくっきりとそうですね、あと何秒残像が映ってるかっていうチェックの方法も一つあります。で、それは、カードを見始めた時にストップウォッチを押してですね、で、20秒経ってから目を閉じるんですけど、20秒経ってからずっと目を閉じますけど、で、完全にダイヤが消えた時にもう一回ストップウォッチを押して、その残像が何秒映ってたかです、ね、それを毎日毎日実践しながらチェックシートにですね、今日は何秒映った、今日は何秒映ったっていうのを書いていただくと、その日のですね、あなたのこうバイオリズムというか脳のはっきりくっきりともチェックできるかと思います。それともう一つ、このカードの使い方ですね、20秒見て残像時間をチェックする方法が一つですけど、もう一つは、実践的な方法としてカードを10秒見て10秒目を閉じる、10秒見て10秒目を閉じる、10秒見て10秒目を閉じるという3セットですね。3セットやって、で、壁とかですね、周りの壁とか天井を見てはっきりくっきり映ってるのを確認してから今やるべきことに仕事をされるんですね。そうするとよりこう脳にですね、この残像が映りやすくなって、で、
どうもトレーニングになって、一点集中力を高めるトレーニングになって、でそれをやられてからこうやるべきことに仕事をされると、ますます皆さんの、ね、あなたのこう受信力とかですね、一点集中力とか、あるいは周辺視野とかが上がってくるように思います。のでこれを、このカードを常に携帯していただいて、私は受験生とかですね、資格試験の受験の方にはですね、1日最低でも3回、できたら5回以上ですね、トイレでもいいし、机の前でもいいしですね、いろんなところでこのカードを身につけておいてですね、何回でも何回でもこのカードのトレーニングをやっていただくようにお勧めしております。以上がやり方でした。